替えの方で、うんうん、ご記憶にある、まあ、これが多分最初ぐらいだろうなっていうのは、作品覚えてらっしゃいますか？最初の吹き替えというか、僕師匠が野沢なちなんですけれども、はい、野沢さんと一番最初に、参加させていただいたやつが、コンフィデンスという作品で、あ、はい、この作品は今でもよく覚えてますね。はい。はい。ルーカスという、ならず者みたいな役で、はい、主人公になんかイチャモンつけていくみたいな役だったような記憶をしております。ディレクターさんが高橋剛さんですね。はい。はい、で、野沢なしさんとの絡みっていうか、その会話みたいなものはあったんでしょうか？直接的な絡みは確かなかったんですけど、うん、まあ、はい、このデビューしたてで心配だったのか、すごい結構つけてくださったのは覚えてます。はい、